ドレスアップカーマガジンとは、内外出版社が2006年まで出版していた自動車雑誌である。現在は無期休館中。2000年3月に内外出版社発行し、中古車情報の増刊としてスタート。紙面構成は、主に四輪自動車の改造全般を取り扱うものであった。翌2001年3月より月刊誌として発足。 カスタムカーを主題に置く内容は変わらないが、クルーズ、ミーティングの取材にも比重を置くようになり、有名なミーティングスポットなどの紹介が行われるようになる。また当時の国内ではあまり見られなかったジャンルに、こだわらないロサンゼルス等の海外現地のストリートチームやイベントレポートを行うようになる。2003年12月に再リニューアルを行い、当初は外中で行っていた。 編集業務を内部編集に昇格させ、新編集部の下で、スポーツコンパクト専門誌へと移行することとなる。2001年に、日本で公開された映画、ワイルドスピードシリーズのヒットもあり業界が、拡大方向へと向かっていくこともあって徐々に部数を伸ばしていくが、2005年中旬に、ブームが、沈静化してくると話題が、不足気味となり、競合雑誌が、 次々と休館に追い込まれていく状況となり、業界も人生化の方向へと向かっていく。そんな中本誌のみ発行を継続、唯一のスポーツコンパクト専門誌を歌うこととなった。後に、紙面の内容がマンネリぎみとなったのを打開する意味もあったのか、2005年中盤以降は雑誌の路線変更が行われ、リニューアル後には取り扱っていなかった US 志向でない。 一般のカスタムカーやドリシャをメインに据えてくるようになる。そして2006年1月号で初の袋閉じ企画を行い販売部数を大きく伸ばすが、その内容がもとで、社の首脳陣と編集部が対立、雑誌販売は打ち切られることとなった。休館と言ってはいるが、直後に編集部が解体されたために事実上の廃刊である。総刊当初からリニューアル前までは、 ノンジャンルのカスタムカーを扱う雑誌であった。そのため、VIP カー、バニングは、もちろん、US カスタムである、ローライダーや、キャルルック、トラッキンといったカスタムのほか、当時あまり注目を集めていなかった、ユーズドムや、スポーツコンパクトなども大きく紹介するなどその道の愛好家には、数少ない国内情報源であった。2003年に、リニューアルされて、 編集部の構成が変わると紙面は一新され、派手めで大改造の施されたショーカー的な要素を含む車両が主に扱われていくようになっていく。また DIY でできる実用活用ドレスアップやデモカー制作記事なども扱うようになり、一部の技術解説と実践の記事にはオートメカニック史関係者がたびたび登場している。ブームが 鎮静化するまでは競合紙とは一線を画した構成となっていた。有名チームメンバーやカスタムショップ従業員とオーナーによる連載のほか、DIY のコーナーは後に連載形態を取り、日本のスポコンの黎明期を築いたチームオートボッツジャパンメンバーであり後にカスタムショップスキルズを立ち上げることになる、小野県を講師に迎えて、ガルウィングやネオン缶等の取り付け記事を載せ、 時には単発企画として有名ショップの職人による技術疲労と解説をするなど数少ない特殊ドレスアップパーツの作業の情報源ともなっていた。ありがとうございます。